メリークリスマス。ちょっと早い。早い。あ、ちょっと早い。まだ早い。え、今日は15日？あ、15日だわ。うん。サンタクロースもね、来るかどうか分かんないんですけども、皆さんこんにちは。こんにちは。エキセントリック中川です。それを記念してですね。記念して。何も記念するもんがないやん。はい。それを記念して今日はですね。ザ・ミョウさんからですね、出題があるということでございます。ハイブリッド、イントロ、ドーン！パフパフ。じゃあ答えてね。はい、じゃあ。でも多分ね、これ。ちょ、ヒント、ヒント先に。先に？先にヒント。まず聞け。いきまーす、はい。第1問。分かった。分かった。はい、どうぞ。トイレの神様ヘルプ。イエーイ。すごい。これ丸さん当てきらんと思ったら。すごい。神様ヘルプやと思った。伊藤ちゃんがおったら俺伊藤ちゃんが当てるんじゃないかなと。ああ、なるほどなるほど。今のは分かった。すごい。じゃあ第2問。第2問。あいたたたたたあいたたたたたちょっとあのいつのシーズンかもう分かるでしょ。夏ですな、うんうん、あえてこの時期に。あ、もう一回行こうか。もう一回、うん、だけにキーワードが夏あれって分かるでしょ。アーティストは一つですよ。チューブでしょ。そう、前も後ろもどっちもチューブ。チューブ？え？チューブ、チューブ。前田さんだね。もうで、どっちも代表的な曲ですよ。違う。なんとかの夏の思い出。違うね。もうブーやね。あ、ごめんなさい、うん、ダメですわ。参りました、どうぞ。ベストセラース、え？ベスト、なんだっけ。ベストセラーサマードリーム。サマードリーム。ベストセラーサマー。そう、サマードリームで、サマードリーム。あ、なるほど。サマードリームはなんとかある。ああ、なるほどね。やられてしまいましたですね。ではエキセントリック中川発車します。出発。進行。今回のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に西畑のクローバーより中市レディオシンジケートになって30分間、頑張ってます。真っ赤なお花のトナカイさんですけど、はい、トナカイの花は黒ですよね。やったから赤い花してるからいじめられてたんだけど、サンタさんにそのピカピカ光ってる赤い花がいい、あの、やってた。光るか。いや、赤い花が光ってる田中さんがいたんです。赤い花の歌をちゃんと聞いてないんだ。で、役に立ってるんだよって言われて自信を取り戻すっていう歌じゃないですか。あ、まあ、そうなんや。じゃあサンタクロースの花も結構赤いよね。それ寒いからじゃないですかね。霜焼け、うんうん、あ、そうなんですか。すいませんでした。まあそんなこんなでございましてですね、ご挨拶。こんにちは。こんにちは。まだ疲れが取れないミオさん。はい。寒くな、急に12月入って急に寒くなったので、うんうん、もう一生懸命冬支度で、うん、あのうちあの薪割りを主人が一生懸命やってくれて、で今薪置き場にこう薪がぎっしり入ってると安心できるなって思うアツビンです。やっぱり皆さんね、あれ寒い時はね、気力。気力。気力で。気合。気合が足りんと。気合でやっぱ寒風摩擦をするとかね。寒い。寒いね。絶対しない丸さんです。よろしくお願いします。でも誰やっけ、ほら西野さんかな、あのなんか水着とか水ゴールとかされてる。毎月1日ね、はい。すごいよね。冬もね。あれやってんの本当に。じゃないですかね。
やってる人たくさんいますよ。本当、うん、なんですんの。そのやっぱそれはしたことある人にしかわからない、なんかあるんじゃないですか。やっぱ清められたり浄化したりっていう感じかな。うん、あれ見ただけで寒いもんね。なんかほらなんかキトピンもしたんでしょ一回。ああしたって言ったんですね、うんうん、ふんどし買って、うん、あの巻いてで白い白装束着て、うんうん、で中に入って般若心経かなんか唱えるんでしょ。覚えなきゃいけないなあれ般若心経。まあいいんだよ元人で菩薩、うんね、そんなことやってるんでしょ、うん、やっぱあれは寒い。いやあれもねほら7月とか8月とかさ9月とかさそんな時はいいですよね、うん、あ涼んでるなって気がすんだよ、うん、おじさんは。でもね1月2月3月とかなったらさ地獄だよね。いや水の方がぬくいんじゃないですか、ね、そっかな外気より。いや多分夏でもすごい冷たいんじゃないですか。あそうか、うん、山水だもんね。なるほどなるほど竹の水とかだからね。あそうかじゃあ夏の方が、あじゃあ冬の方が暖かく感じるのかな。かもしれないですね。ですよね。じゃあ今度駅線でみんなで行きましょう。やだ即答食い気味に。あ、わかった。糸ちゃんとキトピーに行ってもらう。でもういいあの二人行ったんじゃないですか。糸ちゃんも行ってるよ。糸ちゃんもうわ、うん、やべえ。その糸ちゃんとキトピーはだけ行ったけんお休み。行っちゃダメなやつ。ここにはあの育児なしの3人がここで今日はやっております。頑張りましょうね。で、はい、なんかありますか。ないですね、はい、じゃあ次行ってみようっていきましょうか、はい、今日はこの3人でお送りいたします。エキセントリック中川、ご紹介ください。喜んでいただいてありがとうございます。エキセントリック心から でですよ何ん近頃皆さんどうですか。いやだから疲れが取れないんですよ。そういうの押し切るのはやめてないよ。いやでもね初の試みというかね、うん、あの小学校に親父の会とかあるじゃないですか。ありますね、はい、その親父の会がある区から依頼されて、はい、冬祭りをしたんです。ああなんかちょっと見ましたね、うん、フェイスブックで冬祭り。冬祭り、まあうん、夏祭り、秋祭りでしょ、うん、夏か秋か、まあ、夏祭りでも冬祭りでも、まあ、秋祭りでもそうですけど、うん、大体その区がするじゃないですか、うんね、そうじゃなくて区から依頼されて、だから主催はあくまでも区なんですよ、うん、で企画したりもう実際に動くのは親父の会でやったんですよ、うんうん、で区の役員さんたちがそれをお手伝いするっていう形で、うんうん、具体的に どんなことやるんですか。ステージとか作ってって感じですか。そういったステージはなかったけど、まあ、イベント的なことはしてました。あえてのこの寒い時にあえてのアイスの早食いとかキンってするやつ、まあ、あれも食べ物も例えば焼きそば、カレー、豚汁、ぜんざい、焼き鳥、ウインナー、うん、豊富、フランクフルト、ね、唐揚げ、うん、ポテト、まあ、でも寒い時の方が安心なんですよね。あやっぱりそうね。でこれ食べ物全部100円へで、その区の人はチケットでただ、うん、へチケットがあらかじめ配ってあって、そして、ポップコーンと綿菓子とエビせん、これは誰でも無料。へいやそれ4日の日にぶつけてきたんですね。ぶつけたわけじゃないけどね。たまたまのマルシェね。そう、女子マルシェに。あ裏じゃないですか、女子ショーとは。まあどこでもそうやけどさ、うん、もうその日しかないよね。うん、まあそうですね。うん、でやっぱり小学校でやったんです。違う区の祭りやから公民館です。あ公民館。うん、ああ集まりは良かったですか。もう賑わいましたよやっぱり。はい。で。すごい好評やってるんですよ。で一つのだから事例ですよ。だからそこにそのお祭りしてるところに他の区の区長さんたちも、まあ、視察みたいな感じで見に来られました。うんうんうん、あれだねちゃんと区のためになってるじゃないですか。いやだからずっと前から言ってたんですよ、その親父の会はその地域貢献することが必要だっていうのを、うんうんうん、それがなんか初めてそういうもう目に見える形になった感じですね。具体的にやったということですね。まあ、前日の準備、まあ、準備はだからもう2ヶ月ぐらい前から始めてまして、ずっと毎週みたいに会議して、
そして会場作りは前日からして、で当日でしょ。もうめちゃめちゃこう餅つきもしたから、あ餅つきも大変だったですね。めちゃめちゃ疲れたんです、うん、でも疲れたその日の夜に1時まで飲んで飲んで、で次の日が俺が主催してるヘタレカップ、ヘタレカップもあったんですか。飲んだ翌日に、うわ、それ疲れ取れるわけない、クタクタの状態でレース走ったんですよ疲れに疲れが重なって疲れが抜けないんです本当です、絶対疲れが取れない。私だからその女子マルシェ3日4日、うん、でまあその前の準備段階からやっぱハンバーガー200個、うん、ハンバーガー200個分、マドレーヌ200個分準備するのに、うん、が準備があって2日間もうひたすらバーガー作って、うん、でもう昨日月曜日はもう1日動けなかったです。もう俺ちょっと言ったけどね、もうテンパ取ったもんね。もうテンパって本当に余裕なかったんでハンバーガー200個、バーガー200個、いや今企画の段階でですね、何個しましょうかっていうのをちょっと、まあ、学校の生徒さん先生と売れたんですか。いや200個全部完売はちょっとさすがに無理でした。俺が行った時、まあね、俺がちょっとしかでも一番多いであろう12時半ぐらいだったけど、はいはい、俺が行った時、はい、例年よりはなんか少ない感じがしたね、来てる人が。あ、1日目でしたっけ。うん、1日目1日目はそうですね、うん、それはみよさんとか祭りやってたからだよ。2日目もちょっと多かった。みよさんとか祭りやってたからだよ。それ2日目なんです。あ、2日目なんだ、うん、あ、そうなんだ、ね、まあ、ちょっと2年やってなかったからですね、うん、はい。丸さんはここのとこ何してたんですか。仕事土日も仕事ですか。土日も仕事だってダブルアクセそうなりますよ、ね、稼いでるんですね。いや稼いでない、ね、稼ぎが悪いから仕事してんじゃん。でそのうち駅船に振る舞ってくれるんですね誰がやない、うん、いやじゃあ仕事すんのは言っちゃうけどさ、あのね、一件だけ振り込みの件でね、あのあれ入ってないねってずっと思ってたのが一個あって、はい、月末まで普通入るじゃん、はい、仕事した分はさ、で入ってないのがあって、でやばいなここって思ってたんだけど、で電話したらね、なんと振り込む人がね CORNA にかかっとって、はいはいはい、うん、でそれ普通に言ってた。あ、そう、コロナにかかって隠す必要なかった。でコロナにかかってて銀行に行けませんでしたって言われて、あ、いいですよいいですよって言った話しかないです。あんま面白くないです、うん、いろいろ影響ありますよね。ありますよ、うん。でもね、さっさもコロナもいい加減にしてほしいなっていう気はしてます。うん、いい加減にしてほしいですね、うん、でも今週毎日夜出事、まあ、本当いろんな、さっきも会議だ、会議で、これでこれ会議だったやつ、うんうんうん、前回スーツだったのが今日はなんね、青少年指導、うん、少年歩道の会議。今日午前中、朝から大牟田行って、大牟田で仕事して帰ってきて、北中行って、北中でこれの会議があって、で北中からここ来たんですよ。なんか捕まりそうな感じがするよね、ね。でももう丸さん少年じゃないから大丈夫。じいさん歩道されるかもしれない。いやでも11時以降うろちょろしよったら歩道しますよ。首猫捕まりそうなってるな。七五三でしょ。そう、七五三、七五三覚えてるね。そうそう、近頃ね、うん、思ったことが一つあって、うん、ちょっと皆さんに聞いていいですか。何でしょう。ドライブインっていうか、車を運転しててサービスエリアとかさ、パーキングエリアってあるじゃないですか、はい、でトイレを使うときに、はい、和式を使うか洋式を使うか、和式と洋式があったら、あ、前話したっけ。え、まあそれは好みでしょ。でもそうなの。好みでしょ。うん、いや、ウォシュレット付きの洋式とウォシュレットなしの和式があるっての。要はあれでしょ、お尻をつけたくない人とかは、そうそう、和式でしょ。和式に行くよね。いや、まあ、女子トイレと男子トイレってどうなんですか。女子見たことないもん。ほぼほぼ洋式、うん、まあ、和式は少ないよ、ね。うん、和式があるところはもうなんかちょっと古い感じのところ、うん、そうなのかな。うん、だからサービスエリアとかのトイレ綺麗ですよ今、うん、自動で流れたりとか、触らなくても自動でセンサーついてるもんね。手するかざすと流れるとか、うん、立ち上がったらもう流れちゃうとか、う
やっぱね、お尻つけたくないって人もおるみたいもんね、うん、服のがついてたついてるよね、今は大体ね。 そこでさ、で和式トイレにウォシュレットがついてたら素敵だと思いませんか。どういう構造かい、うん、狙いは難しいかもしれない、まあ、なんか失敗した時に外した時に何かいろいろびっしゃびしゃになって、しかも和式や和式やったらね、前よりか後ろよりか自由にいけるもん ね、 なんか、うん、その人の立ち位置で、こうしよう、センサーつけといて、こうしようってなんでそうしないといけないわざわざセンサーをその和式トイレに仕込んどいてね、あの例えばほら和式便所の後ろの方に U の字のところがあってさ、そういう形のやつを置いといて、それで和式トイレ使う人はあのお尻をね、あのそのちょうど真ん中の部分をね、あの黄色に塗るだからそれで和式にそうやって結構こだわって話しようってことは、丸さんは和式派ってことですよ。和式がいいなって、綺麗だなって思うんよ。思う、やっぱりお尻をつけたくないんですか、うん、あのおじちゃんがつけたケツのところに俺も一緒にケツつけてんのかってかと思っちゃうじゃないですか。ほらそういう人がおると、うん、私拭きますけどね、拭いちゃうけど、じゃあ拭こうか大体そので今除菌のが除菌のシュシュってする備え付けてあるじゃないですか、大体備え付けてですか、うん、はい、あらあと最近はあのちょっとね、自分もアルコールのこうちょっと手やるもの持ってたりとかもするから、ない時はそういうのをバッグから出してきて、ね、そうなのかな。てか和式はね、足がきつい、うん、足がつらい、あ、そうそうそう、膝が持たない、そうなん、俺左膝がいかれてきたらちょっと斜めになってきてんだそうまでして和式がいいでも和式がいいなみたいなね気がしたんですよ。トイレットペーパーもさ、はい、2枚派1枚派ってあるじゃないですか。うちはシングル派です。シングル派2枚1枚じゃなくて、シングルダブルで、ダブルか、シングルダブルの、うん、重なってるやつと重なってないやつって、うんうん、であと、あ、何派って言うと、シングル。シングルって難しくない、使い方が。いや、自分の好きな量パーって出せるから。あのほら綺麗にこうしよう、こうやって巻く、こうやってって見えない、見えない、くる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 は私はしないですね。糸巻き巻きね。いやだってシングルってね、うん、表裏があるとよ。いや、カラカラカラって出して適当にこう畳んで使います。ちょっと表裏ないでしょ、シングルあるとって。嘘、シングルだからあるんですよ。ダブルは両2枚やから両方表になってるんですよ。嘘、でシングルはそれが1枚やから、うん、ああ裏表、もう回ってる外側が表、じゃあ裏なんですよ。裏で拭いたら怪我すんの。いや、しないけど表で拭く方が推奨されてる。だからシングル難しい使い方。家のは柄付きなんで、知らんかった、柄がなんかくっきりしてる方、うん、ああそうそうそう、てか違う、だからこう巻けば正解なんですよ。わかる、これラジオじゃわからんやろ、うん、だから逆にこう巻いたら裏が表に来るやろ、糸巻き、わからん、うん、いや、うん、わかるけど、外巻き内巻きね、そう、うん、こう取らない、こうって独身視聴者もう頭痛くなってるよ。ある程度の長さでピッてちぎって、うん、でその柄が表に来るようにこうくるくると畳んで使うんで、あ、まあでもじゃあ柄がある、それこっちが表やろね、くる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 って取らないからですね。であとあの他の家族はどうしてるか知らないです。うん、結構長い、どんくらい使うんだろうね、一回ね、測ったことない、ね、あんまり考えたことないですけど、まあそれあの短く足りないなと思ったらもう一回取って重ねたりとか、うん、そうなの、うん、じゃあれはよしゃいのにさ、あのダブルとかシングルでもさ、あの匂いのついたのあるじゃん、なんかお花の匂いとかさ、はいはい、あれどうだろうね。まあそれも好みやろ。好みですね、なんとなくこう芳香剤代わりっていうか、うんうん、あのトイレの室内がこう、ね、あのいいね、香りがするので消臭剤置かないでトイレのあのトイレットペーパーの香り付きとか。分かった、俺はうんこはしないね、以上。いや、しないと体に悪い エキスペでございます、よろしく。ミオさんのピットイン、イエーイ、ね、順番ちょっと伊藤ちゃんがお休みなんで飛ばして、うんうん、はい、ピットインやってきたんで、はい、あのここのとこ本当さっき言ったようにね、もう朝から夜までびっしり入っとうからね、ちょっと準備を何もいろいろしてなくてね、うんうん、ちょっとネットでネタ見つけたんでこれやろうかなと思って、うんうん、どうぞ、はい、いろんな略語があるじゃないですか、略語、おーおーおー、ね、それの略語、普通は略語をみんな使ってる、うん、それの正式名称を任せて、
クイズ知ってるかなっていうね。じゃあいきますよ。どうぞ。じゃじゃん。食パン。え？食パンは略語。食事パン。じゃじゃ、食食料。違うね。しょ、しょ、え？食卓。食卓。俺も知らんかった。食。食。食卓。食卓。食卓に載せるくんじゃないの？違うの？食卓。食食。はい、じゃあいくよ。言うよ。答えは？はい、主食用パン。主食用パン。あ、主食の食が来てんだ。なるほど、主食用パン。わかりました。参りました。軍手。軍手。軍隊。軍隊用手袋。近い近い。軍事軍。なんとか軍。軍医。軍用手袋。軍用手袋。軍用か。軍用普通だった。わかったかった。そっか。力の人は頑張ろうぞ。演歌。演歌。演歌か。これも省略されてるんだって。演って何。演技、演上、演劇の演じゃないですもんね。演説か。演説か。次、はい、教科書。教科書。教育家庭書物。違うな、全然。あ、違うんや。ちょっと待ってよ。ヒント。ヒントわからん。わからん。もう答えるね。うん、はい。教科用図書。教科用図書。なるほどね。らしいです。難しいですね。じゃあ簡単なのいこうか。はい。はい。任せて。中杯。焼酎ハイボール。正解。ね、じゃあ簡単なのを挟んで、じゃがいも。え？じゃがいも。じゃがいもって、うん、じゃがの部分が略されてるってこと？どこが略されてるか。そのじゃ肉じゃがのじゃがじゃない、じゃがなんかつくか。じゃがいも。じゃがたら。おお、じゃがたら。いや、そのままでいいもん。じゃがたらいも。じゃがたらいも。あ、ほんと。よう出ましたね。じゃがたらって。たどういう意味。たら。じゃがたらってどういう意味。じゃがたら漢字にするとなんか仏教的な何かなんですかね。だと思いますけどね。じゃがたらじゃない。カタカナでしか書いてないから。からじゃがたらいも。じゃがたらって何。じゃじゃがたらいもない。いや、よう言いましたね、今。もうおじさんはほら、何でも知ってるからたまにはね。じゃあ次、また簡単なの。これ、この前のも話した、うんうん、忘れてる。ワイシャツ。これはわかるよ。ほら、この前の話したよ。なんだったっけ、この間聞いた、うん、聞いたけど、なんだったっけ。白コバイ。そう、白。あ、ホワイトシャツだ。そう、うんうん、割り勘。割り勘。割り感情は感情よね。感はね。感情。割り、みんなで割り感情。割り振り。割り前感情。割り前感情。難しいな。割り前。じゃあ次、簡単なやつ。経済用語っぽい。カラオケ。カラオケはね、俺らカラオケ好きじゃん。カラオケはね、あ、なんかね、聞いたことあるんだ。マルさんわかるでしょ。カラオーケストラ。そう。あ、カラオーケストラ、うん、そう。あ、なるほど。へえ、あ、そうやったね。これも聞いたことあるじゃない。リストラ。会社をリストラされるとかね。リストラなんて違うね。リまあ、だけどこれは英語っていうかね、うんうん、だからそれのもうフルで言う言い方。リストラクゼーション。違うね。リストラディゲーション。リストラーザ。リストラで。リストラクチャリング。あ、リストラクチャリング。通年な。じゃあ次、簡単なやつ。はい。リモコン。リモートコントロール。正解。コントローラー。リモートコントローラー。さあ、これこれソフトクリーム。これ略されてるんですよ。ソフトクリーム。ソフト
クリーム、ソフトアイスクリーム、ソフト、うん、もう一個入る間に、ソフトとアイスクリームの間、そう、ソフト、ソフト、そういえばソフトミルクアイスクリーム、違うね、ソフトソフト、まあでも出らんと思う、俺も分からんもん、うん、なんだろべ、ソフトサーブアイスクリーム、ソフトサーブ、サーブ、サーブってどういう意味、ま、回すっていう意味、ま、あのサーブするっていうか、その分けるっていうか、つぐ、そそ、ん、なんなんていうの、あー、そのサーブ、そのサーブだ、あー、そうかそうか、じゃないですかね、ソフトサーブは知らんことが多いな、柔らかいのソフトじゃないのかもしれないですね、ソフトサーブ、切って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 、福岡、切って博多、違うね、切って切ってでしょ、切るっていうことでしょ、なんとか 手は 手形じゃない、請求書送ったんでしょ、うん、切ってはって送った、切ってはって送った、切って送ったよ、あ、手形って言うた、うん、手は手形の手ですね、手形、うん、切り取り、ほら電車とか乗るとき、切符手形、そう、あー、そうな、切符手形、勉強になるぜ、これは買ったかな、ダントツ、ダントツ、ダントツ、断然とつる、とダントツと断然、いや、だそこまで出てるんだ、出らん、ダントツと、ダントツの状態って大体何、一番、一番、うん、一番は出る、トップ、トップ、そうそうそう、断然トップ、トップ英語から来てんの？ダントツのトツって、あの、ツは大きくなっちゃったってこと？そうそうそう、断然トップな、いや、勉強になるとえ、デマ、デマ、なんだっけ、デーデマ、デーモンストレーションマーベリック、デーなんだ、ダエ、デマ、出てこない、でデマコギー、デマコギー、うわー、まあ、これも入ってきた言葉よね、うん、ですよね、ポルトガル語かな、おなら、おならおならって略語なの、そう、まあ多分昔はこう言ってたんやろ、昔、昔、おなら、おなら、うん、略語それ、おならし、おな、鳴らし、鳴らしは漢字、音鳴らし、音鳴らし、音鳴らし、そうなんや、電車、電動車輪、電動、電動はいいよ、電動、電動式、誰が乗る、車掌ちゃうちゃう、誰を乗せて、誰を運ぶ、電動旅客車、あー、余計余計やった、電動客車、電客車、客車か、あー、ボールペン、ボールペンシル、ボールペンシル、ボールが転がるんやね、ボールとペンの間になんか入る、ボール式ボール式、ボールポイントペン、あー、なるほど、ボールポイントペンか、なるほど、それ聞いたことある、重要なのをね、なんかちょっとたまたま見つけたんで、うーん、面白いな、まあ、まあ多分他のとこで使うことはないねこの略語分かりますか、糸ちゃん、はい、糸ちゃん、糸ちゃんが、が、糸ちゃんっていう略語は何でしょう、略どういうことかいな、どういうことですか、もういいです、内容とかになるのさ滑ってしまいました、申し訳ない、うん、キトピーは分かりますか、またいいよ、よ、まあ、懲りずにキトプロデューサーでございます、ああ、そういうことですね、はい、あ、いや、もう世の中ね、知らないことが多すぎるということでね、はい、195回を終わろうかな、え、もうすぐ200回になっちゃうの、すごいね、びっくりです、あと5回ね、あと5回、ほんまやで、200回だね、年明け、年明け、うん、年明けだね、また次週お会いしましょう。